今日、みほまさんの、ミニ個展ということで、12日からここ、ギリで、個展やってるんですけど、今日が17日最終日ということで、クローズパーティーって感じで、ここは。ライブペイントなんかをやっています。それで、来年の1月に、めぐみちゃんの大きな個展が、ありますので、リークしてください。今描いてるのもその個展に、飾る用の作品ということなんですけれども、ライブペイントの、コンセプトが、今ここにあるものをキャンバスに貼り付けて、それを白く塗ってしまって、一度ゼロに戻すっていうのを、コンセプトにしてやっています。で、めぐみちゃんからの伝言で、もし皆さんの中で何か今持ってていらないものがあったら貼り付けたいんでくださいということなので、私がちょっと今から徴収しに行ってもいいでしょうか。レシートとかなの、なんかないですか。なんでもいいんです。あ、ください。なんか、ありがとうございます。こんな素敵な、こんないいもの、めぐみちゃんこんないいものいただいて、これ貼り付けてほしいって。で、お名前、アヒルじゃなくて、お姉さんのとか、原口さん、ぜひ原口さんのアヒルの、個展に飾られるので、ぜひ見に来てください。なんかいらないものないですか。なんか今ここに持ってて、なんかあるよ、ゴミって言ってるよ、ゴミってるよ。最高じゃん、クールじゃん。今日ガムのマジョこれもくれた、やったね。これもビジカルのアヒルを、めっちゃいい。なんか共感出てきましたね。共感、共の感じね。共感でした。なんかください。こじき的な感じなんですけど。いらないものください。ハガミ的なハムシングが多分こっちね。ハガミ的な、はい、あった。じゃあ失礼して、やつい、フェスティバルに行った。めぐみちゃん、やついフェスティバルもちょっとあれですけど、貼っていいですか。やつい的な感じになっちゃうけど、いっか。ちょっと、なんか持ってんじゃないの、飛んでみろよ、お前。待って、チャリンチャ、なにこれ、なんかよ、これはあれですか、すごくない。そうなんだ、もともと白い。いや、めぐみちゃんが白いヤンキーって言ってましたよ。皆さんでカウントしてくださいってめぐみ先生が言ってるので、じゃあカウント、じゃああと10秒で終わるってことですか。はい。そうなの、そんな感じなの。はい、分かった。じゃあ皆さんご一緒にご唱和願います。せーの。